ルカデン福音書2章11節今日ダビデの町にてナンジュラのために救い主生まれたまえり」これ主キリストなり12月21日金今日ダビデの町であなた方のために 救い主が大生まれになりました。この方こそ主キリストです。ルカの福音書2章11節ベツレヘムの貧しい羊飼いたちに告げられたクリスマスのメッセージです。この中には3つの祝福があります。まず、 クリスマスは今日の出来事だということです。明日とか遠い未来ではなく私たちも今日クリスマスの恵みを受け取れるのです。またダビデの街にとあるようにクリスマスは聖書の約束がその通りであったことを示します。 聖書の御言葉をその通りに受け取ることが一番の祝福なのですそして最後にクリスマスはあなた方のための祝福です当時虐げられ苦しんでいた羊飼いたちのところに見ついは現れました弱い者苦しんでいる者 そんな人たちのためにイエス様は生まれてくださったのです。お祈り、神様、見つかいの告げたクリスマスの祝福をありがとうございます。イエス様の皆によってお捧げいたします。アーメン